どうも皆さん、こんにちは、ワトソンでございます。というわけで、マイクラドラゴンクエストもっと続き遊んでいきたいと思います。でね、前回からね、そんな時間経ってなくて、あんまりできてなかったんで、レベルもそのままですし、経験値残りもそのままです。申し訳ない。ちょっと次回以降までに何とかしたいけどね、ちょっとあいにくね、最近そんな時間がないからね、できないんだけど、まあ、今回どうしよっかなって思ってて、やっぱまあなんかまだ建築物というか、ダンジョンとかまだ見てないのある気がするんだよねっていう。欲望の祭壇どうだろうな。見てみようか。多分ね、欲望の祭壇に関しては俺見たことあると思うんだけどね。なんかね、トロッコ作ってね、トロッコより先に行くみたいな、そんな感じのページだったら気もしなくもないけど、どうだろうね。やってみよう。おう。あ、だね。やっぱ合ってる。わーわー。ぶね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 。ちょっと待ってね。痛いね。やっぱあれか。オッケーオッケー。一回見てみようか。動画でどうだろう。攻略したのって見たことあんのかな。見たことあったか見せたことあんのかな。まあ、とりあえず見よっか。一回見たことはあるとは思うけど、攻略シーンまではないとは思うから、ちょっとやろうか、じゃあ。とりあえず、ここの、これを取って、で、ここで、鉄ブロックを、トロッコに変え、ちょっと待ってね、一旦逃げるわ。そういえば忘れたわ。前回あれだ。前回ね、キアリの杖失ったからそれ作ろう。はい、これで、キアリの杖完成。さすがにね、異常状態を直すためには、キアリの杖がないときついからね。さて、そろそろいいかな。ニフラムブロックとかないかな。ちょっとニフラムブロックないんで、一個作りますわ。あの量はめんどくさいわ。オッケー。これでどうだろうね。消えてくれると助かるんだけど、ダンジョン判定だから消えない可能性の方がでかいよな。今は消えてるね。で今のうちに、このトロッコを、ここのディスペンサーの中に置いて、これ確かスイッチ押せばいいんだっけ。オッケー、開いた。で、こっからダッシュ。なんもないね。トロッコが柱、トロッコがね、ゴールにたどり着く前に、こっちに行かないとまずいんだよね。じゃないと金のやつが、返されるから。うわっ!やっちゃったー。間に合わんかった。うっそ、ここで手間取ったな。そう、こんな感じでね、やられちゃうのよね。トロッコ来ちゃって。っていうダンジョン。だから、周りの宝箱に気を取られると、やられちゃいますよっていう、そういうダンジョンだね。ああ、ダメだったね。まあ、っていう感じの、本当に欲に駆られて、他の宝箱に目移りするとやられちゃいますよ、ダンジョンでした。これが欲望のダンジョンです。以上。で、帰りは、孤立を壊して、ここに置けば OK と。ちなみに何が手に入った?氷の爪とか、勇者のブーツ?このダンジョンは何だ?あ、鬼面同士か。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、微妙ですな。まあ、とりあえず帰りましょう。じゃあ、サクサクっと他のダンジョン見ましょうか。このデモンズタワーって何だ?あれか、なんか、レゴブロックというか、隙間だらけのタワーの白いやつか。ここら辺立ててみるか、じゃあ。ダメか。じゃあ、ここらでどう ?GO。確認のためだけ立ててみよう。あ?あー、これデモンズタワーなんだ。なるほど。じゃあ、裏口入学しましょう。わーちゃっちゃっ。てっ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 てて。湧くんだったな、お前ら。行った。一瞬で HP0 になったけど。まあいいや。あいつらが来ないうちに。ここら辺だったよね、確か。もう一個向こうが。OK。ここから行けば、ボスのルート直通、そして金の宝箱2つゲットと。さて、ボスはどんなもんだろうね。盾を構えて、ダメージを極力抑えていこう。知った。でっかいね。あ、前あったわ、こいつ。こいつはね、まだ弱いから大丈夫。遠距離攻撃がない敵はもう俺にとってはカモだからね。まあ、その代わり遠距離攻撃だからもう終わりだけど。よくわかんない。不可思議の攻撃連発してくるからな。溶岩幽霊してとかわけわからん。表示が出されて。はい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 。オッケー。さすが3万近くの経験値を得るだけのモンスターだけはあるね。もう一匹出るとかないよな。ないね。俺がこのダンジョンクリアしてる限り、だいたいボスは一回というか一匹しか出ないからね。その点はまだ安心なんだよね。ここは簡単にね、金の宝箱を二つゲットできるからね。俺にとっては馬足です。で、いらないもん入れとこう。んで、まず一個目の金は、おー、レシピが二つ。ゲートブロック一個、神言の術はいらんかな。
まあこんなもんですかね。レシピね。そんななんか貴重なレシピを使ってまで作るね、今んとこ武器とか防具がないからね。ちょっとね、悲しいよね、その点は。アイテリアと防具屋と。で、もう一個の銀レシピか。まあゲートブロックは足りんから嬉しいけど、満月リング来たね。満月リングもね、パワーアップはしたいんだけどね。あいにくとね、光の石ブロックなんかね、そんな高尚なもんがないからね。残念。カジノで交換してたけどね、これわざわざ。もう余ってるっていう。めっちゃミスの音してんな。どこでミスの音してんのよ。はい。このダンジョンも終わり。さてと、とりあえずね、ランク7に行ったらね、このシリーズはね、遊んだらまあ終わりだから、その前にちょこちょこってやっておきたいんだけども、もうなんかほとんどのダンジョンは行ったかなって感じよな。アゼノ塔ってどうだろう。まあ気になったらとりあえず立ててみよう。物忘れがね、若干あるからね、最近。もしかしたら一回もうどっかで建築したかもしれんけど。ジャンプ。建築。入って。ああ、これか。風の塔。オッケーオッケー。やっぱもうほとんどの塔行ったのかな。石の塔は。とりあえずまあ立ててみようかという。わかんないからね。立ててみないと。はい。あ、全然違った。本当に石の塔だ。あ、でも見たことはある気がするな、これ。っていうかなんかあんのこれ。は落ちたし。あ、どっか登る道あんのこれ。ああ、宝箱は一個あるぐらい。ああ、しょっぱいね。ダンジョンって感じような。まあでもこういう塔でしたよと。試練の洞窟とは。もう一個気になったのがあったわ。試練の洞窟立ててみよう。試練の洞窟ってなんじゃろうなーと。おう。あ？なんだこれ。待ってよ。まずいな。これはまずいぞ。危ねえ。なんか一マスだけ盗賊の扉だったな。開けてみようか。さて試練の洞窟で前戻ってきたぞ。オープン。何があんのここには。メガザル・ラオ、試練の洞窟ね。ここは初めてだね、俺。初めて来たわ。まだ行ってないとこあったんだね。まあ、多分っていうか、十中八九。前のランク帯で見つけてなかったダンジョンだね。これはおそらく。え、旅の扉が4つあるけど。じゃあ、左から順に行こうか。あ、どっか開いたな。ここは OK か、じゃあ。じゃあ次、ここ。いた。行きたいな。じゃあ、ここ。音はしなかったな、次は。で、次が、ここ取れねえし。じゃあ、ここ。OK。ん？え？一応レバー全部倒したけど。あ、ここはいけるようになったか。なるほど。え？こっちは、扉多いですな。こうして、OK。これで OK か。はい、ここにはもう用済みでーす。で、こっちでいいの？じゃあ。あ、こっちでいいっぽいね。あ、でも毒流さないと開いてないもんな。やっぱ流す必要はあるよな。じゃ、こっちってこと？ああ、開いた。え？なんだこの自動ドア。じゃ、ここに。痛い。危ねえ。配信で400出たな。ナイス配信。痛いな。で、こっち。なんかすーげえボスっぽいとこ来たな。またミスの音するわ。こっちは一応、レバーがあったわ。じゃあ、これ踏んでもなんもないんだ。宝箱あるけど、なんだこれ。金の感圧板押したところで何の意味あるんだ。これ押して、押したらこっち開く。もうミスの音うるさいね。なんだこれ。まあ、まだ道はあるからいいけどさ。切れ道を押して、開いたのこっちか。こっち行こう。宝箱。ってことは、マジであっちの方が正解なのじゃ。ここの感圧板スイッチも、他の場所は押してもあかんからな。ってことはここよな。ここら辺壊しても何もないしな。こっちもいけんしな。何すんのこれマジで。ダメだ。ごめんなさい。ここ、わかんねえ攻略の仕方が。いや、攻略したって山々なんだけどさ。ごめん。結局わからなかった。一旦戻るわ。はい。というわけで本日この辺で終わろうか。ちょっと待って、全然何もできなかったね、今回。いや、あのダンジョンね、ちょっとわかんないからもう、わかりそうだったら調べますし、もしね、わかる方いたら、あれの情報を教えてくれると嬉しいです。まあ、次回までにはちょっとね、レベル100までいっときたけどね、時間なかったら申し訳ないです。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。